はい、今目出し中の生姜の、温度です。でこの発泡スチロール、このね発泡スチロールの中に、生姜が置いてあります。で今 9.8 度で、ちょっと外の温度を測ってみますね。今アウターになってるんで、はい、今度こっちでちょっと時間かかるんでね。あ、18.5 ですね。外気温が 18.5 度あります。かなり温度差ありますね、やはりね。はい、ということでまたインナーに戻します。はい、あ、マイナス50になっちゃった。多分すぐね戻ると思うんですが、あ、 9.8 ですね。はい、ということで、3月24日まあ大体2時ですね、の温度でした。まあこれからね、ちょっと細かくまた、温度計測をやっていきたいと思います。9.2 なんでね、15度くらいになんないと、あの芽が出ないそうなんでね、まだまだ芽が出るのはこれから先かな。あれ、マイナス 1.9 になっちゃったちょっとバグってますね。はい、ということで、あ、 9.8 に戻りましたね。はい、9.8 ということで一旦ビデオは、ここで終わりになります。